うん <coughs> キャラメル食べてますキャラメルはね甘くてねこうやって食べやすくてまあ喉どが滑らかになりますねうんまあ表も裏もいろいろありますね 今回のテーマはね借金の借りるっていう感じなんですけどもこれ人間に昔って書くじゃないですかだから人は過去に昔にねいろんなものを借りて生きるんだろうなと思うわけですよね私自身も借金過去にやりましたしね まあ今も車は原価焼却で買ってるんであれも借金といえば借金ですよねで借りるなり立ちということで借金の借という漢字を調べてみるとうんまあ人弁は横から見た人の象徴らしいですねで借金のこっちの昔って漢字の上は 肉片がたくさんある状態らしいですで下には太陽があるっていう形ですかうんなるほどねいろんな意味があるもんですねこうやって調べてみると「うん、借りる昔は重な,りしを重なりを示す印プラス「日」の回意文字で日数を重ねること。 昔は人プラス音符音で金物力が足りない時それを上に重ねて補助することを金や力を金加えてやるのいいだから貸す借りるの両方に用いる昔、うん、全く意味が分かりませんねなんか分かりやすく書いてるとこないかなうん特にないですね 分かんないですけども、まあ、人が一日一日いろんなものを重ねていくその姿が振り返ったら昔かなということで、まあ、千里の道も一歩をこれから進むんじゃなくて千里を歩ききった時にこうやって振り返ってみたらあんな遠くの場所から一歩を示したんだなっていうふうに振り返ることかなと思いますね。 あの、FX を始めて6年目になりますけども、FX もね、最初の1日っていうのは、本当に、ああ、今日から始めるなーって気持ちでしたけども、で、感覚としてはね、なんか、今日から始めるなーっていうのが、2日目、3日目って、まだ初心のつもりなんですよね。でも、やっていくうちに、あれ、この前出たな、これ、みたいな感じで、ね、思い返したりとか、あれ、この前と一緒だな、みたいに思ったりとかしてね、それが、繰り返し繰り返し、あ、またこれか、みたいな感じで、 積み重なっていって年数重ねることによってもうねまたこれかじゃなくてあいつものやつねみたいな感じでね対処ができるようになってくるってことですだから昔を重ねれば重ねるほどなんかこの今この瞬間がより見えやすくなってで未来も測れてくるのかなと FX の力があったらこれお金の問題も解決するじゃんと思ったらねうん あの、まあ、学校に行っていろんなことを覚えるのは、将来の就職に生かすためっていうのも大きいですけども。まあ、そもそも、お金の心配がなくなった人に、就職先の心配ってあるかなと思ったらね。ないんだろうなと思います。ないとしたら。まあ、そもそも学校に行って、いわゆる常識を覚える意味もそんなにないのかなとかね。思ったりねうん、だから、人っていうのは、どんな過去を、昔をね、背負ってるかによって。これから見ていく。 未来も変わっていくなと、うん、やっぱりね暗い暗い人生を重ねていくとこれからもどうせいいことないよって思っちゃう、まあ、それも昔の重ね方でもここまでこんなに嫌なことばっかりあったから人生は最後、うんまあ、プラマイゼロだよねっていうふうに思えばこれからいいことばっかりがまとめて起きるんじゃないかなと考えられるのも、まあ、一つかなと思いますよね。 どんな過去を重ねてそこからどんなものを抜き出してねそしてどんな明日につなげていくのかそれはあなた次第いってらっしゃい。